こんばんは森徹子ですいつもご覧いただきありがとうございます山崎孝太郎の反論談辞書チャンネルですチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いしますそれでは山崎先生よろしくお願いしますはい、あのこんばんは山崎孝太郎ですえー、っとですね今日はですねまあ前回に続いてですね あのー、月刊ウィールとかです、ね、月刊花田とかね、こういう雑誌とですね、えー、大江健三郎の、えー、沖縄集団自決裁判と、それから統一教会との関係についてね、えー、もう前にも話しましたけど、まあ何回も繰り返してね、細かく掘り下げていこうかなと思うんです。えー、と僕は、ね、最近です、ね、大江健三郎の あの YouTube のね、なんか話、公、えーえー、演の記録かなんかをちょっとみ見たんですよね。そうするとね、面白いことがあったんですよ。その大江健三郎の YouTube の講演会のコメ,コメント欄のところにですね、もう結構どぎたないね、汚いね、コメントがね、結構あるんですよ。あこれは明らかにネット用の えー、こ工作だなと思ったんですけれども、これを見ていてね、なんか不愉快になるしね日本、日本人のね、レベルのね、もう思想的レベルがどうしようもないなと思うんですよ。中学生かね、小学生があの喧嘩してるような感じがしてて、ああ、哀れだなと思って、だから今のネットウヨと言われてる人たちの思想的レベルってさ、小中学生のレベルですよ。 まあ、大江健三郎のね、えー、沖縄ノートっていう本が話題になって、それがその裁判に発展してですね、えーまあ、その綾子のうんある神話の背景っていう、ま、全く別角度からの本が出て、それがその綾子の言い分が正しいと思った、いわゆる、えー、ネット保守の連中が、ネット上の連中が、えー、裁判を仕掛けた。 でもこの裁判を仕掛けたっていう、大江健三郎と岩波書店を相手にですね、えー、名誉損裁判を仕掛けたっていうことは、これ自体がですね、僕は実は、あのー、統一教会の後ろからのバックがあったんだ。とむしろ統一教会が指導して、これをやったんじゃないかと思ってるんですよ。それは、あのー、去年ですか、安倍晋三さんが、 重殺されて以来の、えー、統一教会批判というか統一教会バッシングの中でいろいろ出てきたので、まあ、僕が大江健三郎裁判が行われている時のに僕は結構興味を持っていろいろブログとか、えー、月刊日本のあたりでね書いたり対談したりいろいろしてたんですけれどもその時には気づかなかあまり気づかなかったことがやっと分かってきたと。 でその中心人物は、この前も話しましたけど、あの統一教会の、えー、世界日報、統一教会の、えー、あれ新聞なのかな雑誌なのかな、世界日報という、えー、新聞の、えー、編集長かなんかだった人がいるんですね。それが、鴨の守るっていうんですよ。か、え、も、ー、の守るっていうのはね、こういうかもの守るっていうのは、えー、ここに、分かりますかね。えー ここに出てるんですよね、鴨の守っていう字が。この鴨の守さんが、えー、諸君とで、これは諸君の雑誌、諸君という雑誌なんですけど、諸君に、えー、沖縄集団自決裁判のこに関して結構詳しいことを書いてるんですよ。で、えー、ウィルにもいっぱい書いてます。 それから、あのまあ、そのころのウィルは花田,花田編集長だった頃の花だと思うんですよね。それから、あのーえーと、本も出してるんですね、ちゃんとねその、沖縄集団自決のなんとか総まとめみたいなの、それは鴨の守さんが出してるわけですよ。結構立派な想定で。ところがですね、その本の帯っていないなんかに、えー、と推薦文を書いてるんですよ。 誰が推薦文を書いたかというと、このね、沖縄集団、もちろん、渡辺正一自身がこの問題に関わったかどうかということは分からないですよ。彼、自身が書いた,書いた文章、いっぱいありますけど、まあ、適当にね、えー聞き書き程度、聞き書きが中心のような感じするんですよ、僕は。 だからいい加減なことを書くなって言ってるんですよ。だから後に残るんだから書いたものは。でその推薦文を書いた人の推薦推相手っていうのは誰かって言ったら、統一教会の今、この前も言ったけど、今や大幹部になった鴨の守るですよ。別にあの鴨の守るだって別にその宗教は何何をし、しどの宗教を信じようとそれは自由ですし、それからその、 大江健三郎に関してどういう批判的な意見を持っていようとそれは自由ですけど、それを書いてで裁判まで仕掛けてで、最終的に裁判闘争が繰り広げられたって5年間ぐらいかかったっていいますね、大江健三郎はなんう、2011年ぐらいに決着してるみたいですから、2005年が、2011年だ200、2005年ぐらいからこの裁判が始まったわけですよ。 でこの裁判を始まった時のね大きな問題点っていうのは、座間味島と渡嘉敷島の日本軍の隊長が2人いるわけですよ、赤松義次とかなんとかっていうのと、えー、梅沢豊とかいう2人いるんですよ。この2人はですね、大江健三郎の沖縄ノートの記述はおかしいと。 自分たちは悪人扱いしてるから、これとんでもないんだっていう、それは名誉書に当たるっていうことで、えー、大江健三郎の沖縄ノートと、それがその出版元である伊賀波書店を相手取って、裁判を起こしたわけですよ。で、この、しかもですね、えー、梅沢豊によるとですね、だ今までね、沖縄ノートを読んだことがないっていうんですよ。 えお、沖縄の音を読んだことがないのに何で裁判しかけるんだと。っていうことはね、えー、梅沢豊っていう隊長も、赤松義次とかいう人はもう亡くなってるんですそれで弟さんかなんかが代理で、えー、裁判に出てきてすよね。その人たちがあまり積極的ではなかったんじゃないかなと思うんですよ。 むしろね、その後ろに行ったの、誰かが後ろにいるわけですよ。その人たちが積極的に仕掛けたわけですよ。それはこの、えー、月刊ウィルの編集長のいや花,花田和義とかで言うより、一かな、和義かよしおよく分かんないけど、まあ、それとですね、それからその,、えーそのえー、月刊ウィルのね、た多分ね、資金源じゃないかと思われる統一教会の連中ですよ。 統一教会の、えー、連中っていうのは何、何がこ,のここで目的だったって、星論壇の中に食い込んでいくとで、自民党の政治に口を出していくと、そのためにはいろんな問題を、えー、仕掛けていって、それに対して自分たちが中心になってあの協力していく、資金源の協力もするし、それからその中身の協力もやるんです。株の守るっていうのののは確かか金沢大学ななんかの出身の人でねそれなりに えー、力のあるジャーナリストということで肩書きでいろいろやってるんですよ。だから僕はあのこの統一教会っていうのはね、こ,こ,らこのたりからも入り込んでんだなぁと思いました、えー。もう一つですね、僕が僕も実はね、えー、まあえー、もともと左翼でも何でもないから、えー 新しい歴史を教科書を作る会っていうのがあったんで、その運動があったんですよ。これは小林義りとかね、石を幹事とか、それから西部進も絡んでたのかないろんな人が絡んでたんですよね。その中、中心人物は藤岡信勝って東大の教育学部の教授かなんかですよね。藤岡信勝ですよ。僕はこの 新しい教科書を作る会のですね、なんか懇親会とかなんかパーティーがあったりしたときにね、結構最初の頃は出入りしてたんですよ。ところがね、ここでね、結構内部でね、分裂騒動とかね、なんかある,ある結構あったんですよね。会長を、公認の会長を誰にするかとかね。そうするとね、そこに出てくるのは必ず統一教会なんですよ。例えば、あのー、藤岡信一さんが辞めて、 2代目か3代目が、えー、会長に杉原清志郎とかっていう人が会長になるんですよ。とここの杉原清志郎っていうなんか歴史学者かなんか知らないけど、この人も実はねあの、統一教会の機関誌にね、もう出ずっぱりの人なんですよね。あのー 統一協会の世界日報のもう一つの機関紙である「ビューポイント」とかねそれから「消、え、共、ー、連合」っていうのがありましたね「勝つ共産主義に勝つ」って書いて結構頻繁に書いてる人なんですよ。ということはもうずるずるの、えー、統一協会一派じゃないですか、まあ、信者かどうかは私は分かりませんけれども。 まあ、要するにその仲間だっていうことですね。なんでこのその統一教会ルートの人物がすぐ、えー、新しい教科書を作る会の会長になるのとだからともう新しい教科書を作る会の自体がですね統一教会によってあ作られたわけではないけどまあ、まあ、後ろから援護を受けてたっていう感じがしますね。まあ、もともと藤岡信勝さんっていうのはね、えー 共産主義、共産党の人たちでねで、共産党だったから東大教授になれたんですよ。昔、彼は北海道に、北海道大学かどっか行って、北海道教育大学の教授かなんかしてるときに、東京大学教育学部に、あのー、引き抜かれてくるんですよ。な,なぜかっていうと、まあ、あの学,学問の世界っていうのは共産党が強いですからね。 共産党のルートでで引,きの引っこ抜かれて東大教になるんですしかしね、彼は不思議なことに、そこで転校するんですよ。保守派に保守派に転校するわけです。共産党から保守派に転校する。で、共産党の <laughs> 悪口散々言って、まあそういう連中って結構いますね。共産党からあ保守に寝返って転校して、共産党の悪口を散々言ってるやつ。でそうそういうことによって 派の中の中中心人物になっていくんですよ、まあ、西部住むも同じようなタイプですよ共産主義じゃ学生運動の中心人物から今度は保守論団の中心部に転向していくわけです。そうするとね、保守論壇っていうのは、まああのー、あんまり人材がいないですからね。で、頭悪いやつが多いから、するすると中心人物にのし上がっちゃうわけですよ。あまあ、その,、えーそのえー、誰だっけ、えー、藤岡信勝さんっていう人は、 あの教科書問題、教育学部ですから、教科書の、えー、がおかしいと言って、教科書問題で結構深い、えー、いろいろあ運動を始めてるんですよ。ところが、この新しい教科書を普及させるためには、単にその理論的なね、えー、文章を書いたりあ、ジャーナリストみたいなことをやってたんじゃ、あらちが開かないということであの、市民運動を始めるわけですよね。もういあの各地、方からもう教育委員会にあの働きかけると。 そうしたときに、えー、必ずしもさ大学教授がさその地方の,あのち小さな組織からあのその運動を立ち上げていくっていうことはなかなか難しいじゃないですか。まあ僕の予想ですけどね、これは。多分その時にですね、えー、統一教会の人脈とか資金,源と,資金とかそういうのを借りてですね、運動を 立ち上げていいったんんじゃないかなかと思うんですでその運動を立ち上げたの,のの一つの大きな成果として、新しい歴史教科書を作る会っていうのは、僕なんかを漠然とですね、いや、その教科書をやっぱりか変えた方がいいんじゃないのと思って参、参加っていうか、僕、参加はしませんけど、まあえー、ちょっと、えー、仲間の一人ぐらいに加わってたところがあったんですよ。 ところがね、なんか中,中でトラブルがしょっちゅう起こるんですよ。で、僕が聞いた、その頃聞いた話では、何かの宗教右翼みたいなのがいるって言うんですよ。宗教右翼っていうか、キリスト教関係の右翼がいると。僕はそれが統一教会だとは分からなかった当時は。知らなかったですよ。あの、桜田淳子の統一教会とか、山崎裕子の統一教会っていうのは知ってましたけれども、その新しい歴史教科書を作る会あたりまで、 あの浸透してきてると全く思ってないので何を言ってるのかな何何が宗教欲なのかなでも今考えて振り返ってみるとねあの昔のねこの雑誌とかねそういうのを引っ張り出して見てみると僕はある,ある程度ねこの大江健三郎に僕は興味あったので資料として持ってたんですこういうの見てくるとあの 何かやっぱり統一協会の影がもうちらつくっていうよりも、ね、統一協会がもうもろ出てますねだからそのあや子とか渡辺昭一とか西尾管理とかねそれからもういろんな人が出てるんですよこ、えー、渡辺昭一もいるってそれからねたくさんいる出てるんですけれども今ネットウェアと言われてる人たちの多くもそこれの流れを組んでると思いますけども、その中に その親子あたりはあの、えー、クリスチャン、カトリックですからね、別に統一教会とは必ずしも一致しないだろうけれども、まあ、その親子あたりはただ大江健三郎を潰せというようなこと,ことに関して、えー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 、一生懸命だったんだろうけれども、なんかそこら辺りにつけ込まれたんだと思うんですね。多分そうですよね。渡辺正一がだって、あの鴨マ守ロの本の,あの,の推薦文を書くということは、 渡辺一もよく分かってててかってるわけでしょ、それはもう。その本がどこから出るか、誰,誰がそのえ中心かっていうのことも。で、この、えー、月刊ウィールだって、もう明らかにこの花田義和義っていうのかな、編集長がやってた時代のウィールですからね、ここにも,もろ出てるわけですよ。僕、別に大江健三郎批判するのは構わないけど、大江健三郎を批判するにも、やっぱり、 レベルがあるでしょレベ批判の仕方があるじゃないですか。ま、全くおかしい。でね、この,の鴨の守るだね、笑っちゃうんですよね。話を細かいこと言うとね、モの守るとね、藤岡の岡信あたりはね、沖縄のその現地調査をやるんですよ。そうするね、証言者が登場するんですよ、新しい証言者っていうのは、沖縄の,その、いや、現場私は見たんだとか、知ってるんだとかっていうんですが。 そして、ここにあるように住民を、住民,によって住民を集団自決を、えー、自決するなと、隊長は、えーえー、なんだ、厳命したと。隊長はですね、集団自決をするなと厳命したという証言が見つかったというんですよ。新しい証言が。で、裁判で、これは決定的な証言だということで、裁判に出すわけです。あの 裁判の時にあの弁護士が出すすんですよそれをこの鹿村守が書いてるんですこのと。その時に出てくる人物っていうのはこのこの人物ですよ。このちょっと映り,りにくいんですよ。この人物、あっ、えー、とこの宮,宮平秀行っていうんですよ。えー、奄美島の人かななんかですよ。えー、もっとこの、うん、この人たちはですね。 何て言うんですかえー、あれは何でしたっけえー、旅館かなんかを経営してるんですよね。民宿か。民宿を経営してるんですよ。だから、この人は、東京からジャーナリストが出てきたり、そのいろんな作家が来たりすると、必ず近づいていって、しゃべるんですよ。一晩中喋るんですよ。話はうまいから、まんまと引っかかっちゃうわけですよ。 で、この人が住民を銃弾自決,自決するなと体調が言命したと証言したんだから、これはすごいことなんだよと、決定的な資料が見つかった、証言が見つかったということで、裁判に呼ばれたのかな、裁判の傍聴じゃない証、証人に呼ばれてし,したんじゃないですか。とこころがですねこれは この宮平秀行っていうのはね、もう本当はインチキ野郎なんですよ。嘘ばっかりついてんですよ。藤岡信一さんがこの宮平秀行っていう人に引っかかったっていうことになるんですで、僕はブログ、ブログ、当時はブログ結構一生懸命毎晩書いてましたからね。その中で沖縄の人たちのから寄せられてるあのー、コメント欄とかそういうところに寄せてくるんです、それから。 え雑誌なんか送ってきたりしますからねそれを見てこれこれは絶対嘘だよインチキだよとそういうのをだ,だんだん書いたんですよただからこの人はなんかその裁判の証人尋問だからここでここでは河本守さんは意気揚々と書いてるわけですよいやーす,すごいよ大江健三郎はもうダメだよとかって。 ここうここ、思ったんでしょ。あのその綾子とか、えー、え誰、ー、だ,だっけ、えー、その渡辺昭一とか。だからこ、ここの裁判は、その保守論壇のあのもう低レベルの学者とかですね、ジャーナリストとかね、 そのインチキな文化人たちが寄ってたかって、大江健三郎を攻撃したけど、大江健三郎に返り討ちを浴びちゃったということなんです、ね、それで、今でもね、資料として、えー、もうみんな残資料を見て、ね、残ってないから、もうただ、あわ噂話だけで知ってるから、大江健とんでもない馬鹿野郎だということになってるけど、そうじゃない、大江賢三郎の方の岩波書店は、ちゃんと、 集団自決の資料としてね一冊の立派な本を四五千するような本をね出してますよ今南書店からその中にね僕の名前も出てくるんですよ自慢じゃないけどだから僕は大い健三郎を書いたねかいかいな回想録っていうかその解雇録全部裁判に関する資料のな資料として書いた文章の中に僕の名前がまあ数人に出てきますからね。 僕はこの問題に関して結構ねえー、まあ入れ込んで、えー、詳しいんですもうすっかり忘れちゃってこうやって雑誌の一つ一つあの持ち出さないと言えない言えないところもありますけどまあ僕もそのうちですね大井県座ぶると沖縄とかね お大きな、えー、集団地決裁判と大江健三郎とかねそういう本,本を本に一冊まとめてですねブログに書いた当時書いたブログに書いた記事をそのまま本にしようと、まあ、思ってますけどねいつになるか分かりませんけどね歴史資料として残したいとだから僕はあの左翼の方がね左翼の方がそういうことに関しては細かく綿密にやってるんですよ星の人たちでね ネット上の連中ってね、わーわーわーはわ下がるけどね、細かい資料はね、残せないんですよ。今残した資料というのは、カモの守るって統一教会の世界日報の編集長が書いた、その雑文をまとめた本があると、渡辺翔一さんが推薦文を書いて、それがあるぐらいですからね。でだからこの諸君とかウィールとかね、月刊花火に載ったような論文を集めた本をね、出してほしいと。そしたら大恥を書くことになりますよと。 書いてほしい。そうするとね。ネット上の連中の目が覚めると思いますよ。僕は早く目を覚ました。方がいいと思いますよ。うん。噂話とかね。聞き書きとかね。適当に本も読まないでね。あの大江健三郎の講演会のの youtube の講演会のコメント欄にね。とんでもない。嫌がらせなコメント書いて。よ あこういう、この連中はまだ統一教会の連中かなと、なんとなく想像するんですけどね。あというわけで、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。